ヘルタイ・ガーシュパール、または、ヘルタウのガーシュパールは、トランシルバニアザクセ人の牧師、文筆家、印刷業者。ドイツ語を母語としながら、多数のハンガリー語書籍を出版した。娘向子の兄弟に、トランシルバニアのユニテリアン教会の創設者ダービド・フェレンツがいる。ヘルタウで生まれ、ビッテンベルク大学で学んだ後、トランシルバニアに戻り、コロジュバールに、最初の印刷店を開いた。 さらにヘルタイはこの町に公衆浴場、製紙工場、最初のブルワリーも建設している。この時点で彼は牧師、翻訳者、印刷業者、出版社、文筆家、起業家という非常に多岐にわたる仕事をしていた。ヘルタイはコロジュバールにおける最初の宗教改革者としても知られている。彼はハンガリーにおけるユニテリアン主義的な 宗教改革の精神的支柱でもあった。彼は学者仲間たちと共にほぼ完全なハンガリー語新約聖書を制作した。彼の業績はハンガリーにおける世俗主義文学の方がと言える。ヘルタイの最も大きな業績はアントニオ・ボンフィーニのレルム・ハンガリカム・ディケイズを翻訳し、1575年にクローニカーズ・マジャールクノック・ドルガイロールとして出版した。 ことである。この書物もコロジュバールで印刷、出版された。ありがとうございます。